ビボバレンツィアは、イタリア共和国カラブリア州南西部にある都市で、その周辺地域を含む、人口約3万4千人の基礎自治体、ビボバレンツィア県の県都である。この町の名のマイナスティアは、例外的に、地位を、と発音する。ビボバレンツィアの市街は、州都カタンザーロから、西南西へ、約50キロメートル、レッジョディカラブリアから、 北北東へ約 74km、コゼンツァから、南へ約 71km、ターラントから、南南西へ約 222km、ナポリから南南東へ約 288km の距離にある。テレニア海のほど近くにあり、地域における農業、商業の中心都市である。また、付近には、トロペア、リカーディ、ピッソなどの知られた町があり、 観光の拠点ともなっている。また、製造業の重要工場も多く、マイエラトにはマグロの加工地区がある。地域経済の重要な拠点として、港町、ビボー・マリーナがある。ビボ・バレンツやア県外略図隣接コムーネ隣接する、コムーネは以下の通り。この町の起源は、ギリシア植民史ヒッポニオンであり、紀元前7世紀頃、 マグナ・グラエキアの使用と白栗の住民たちが築いたものと推定されている。古代ギリシアの歴史家シケリアのディオドロスは、紀元前338年にこの町がシラクサの選手、ディオニソスの手に落ち、住民がすべて追放されたと記録している。紀元前378年、この町の住民たちはカルタゴの支援を受けて町に戻ってきた。 その後ヒッポニオンはカラブリアの大部分を支配したブルッティの人々の領域に組み入れられた。この町がローマ人の手に落ちると地名はラテン語化されてヒッポニウムとなった。紀元前194年、この町はビボ・バレンツィアの名を持つローマ植民地になった。共和制末期から帝政初期にかけて繁栄したが、ローマ帝国の没落後は廃墟と化した。1 7 0年。 ノルマン人は古いアクロポリスの後に城を築いた。1235年、神聖ローマ皇帝圏シチリア王のフリードリヒ2世によって新しい町が建設され、モンテレオーネの名で呼ばれるようになった。1928年、モンテレオーネの町は古代の名にちなみ、ビボバレンツィアに改名された。ビボバレンツィアには以下の分離集落がある。ありがとうございます。